はい、こんにちは、キトです。今日は、見てこの爆盛りカレー。なあ、じ。なんかね、カレーライス食いたくなって、でスーパーに行ったらさ、ロースカツがさ、超安くなってたから、今日はね、トレゴに、バルクアップ爆盛りカレーをね、今日は食べようかなって思います。なあ、じ。ご飯をね、3合炊いてたから、めっちゃ多いの、これ、ご飯。なんかね、あんま見えないんだけどさ、もう、ルーがさ、こぼれ落ちてるから、あの皿をさ2枚重ねにしてるんだけど、でカレーをねぶっかけてロースカツ煮込って感じ。まあとりあえずいただきます。ロースカツからいこうかな。これね一回焼いたんだよね、さっき。いただきます。ロースカツやばい。うん、めちゃくちゃうまいよ。揚げてる時点でやっぱうまいじゃん。うん、まだルーがかかってないとこ超タクサク。うん、うまいぜ。じゃあカレーね、カレー。おー、見てカレーライス。これね、ただの市販のカレーだから。うまっ。トレゴのね、バルクカレー。炭水化物はめっちゃ食べた方がいいよ、トレゴとか。まあ、どれぐらい食った方がいいっていう目安は難しいけどさ、もうね、本当にバルクアップしたいんだったら本当にいっぱい食べた方がいい。本当ね、最近はね、まあ特別絞るわけじゃないんだけど、夏も近いから、まあめちゃくちゃ絞ってるわけじゃないんだけど、ちょっと運動量をね、最近ちょっと増やして、筋トレのね、ボリュームもね、いつもは5、6種目ぐらいしかやらないんだけど、10種目ぐらいやるようにして、で1時間ちょいぐらいかな、70分80分、まあそれぐらいで筋トレを終わらせるように、まあギュッとね凝縮して最近はねやるようにしてる。うん、爆食いのタイミングもね、トレゴか午前中はね、Jの散歩で朝ちょっと歩くから、その後に撮るか、あとは夜のトレーニング、がっつりトレーニングした後に、食べるか、どっちかにしようかなと思って。だったら結構絞れていくかなと思うんだよ。まあ、さすがにね、3食とか4食とかこんな感じで食ってると、まあ脂肪も乗りやすくはなるんだけど、他はね、なるべくちょっと節制した感じで。うん。今日とかだって朝はプロテインでしょ？で、間食にギリシャヨーグルト2個食べて。で、そのままプロテイン飲んでパーソナル行ったから、パーソナル後もね、プロテインしか飲んでなくて、もう結局今日はね、ちょっとバタバタしてたから、これがヨーグルトの後の固形物って感じ。今日あんまり食べてないんだよね。うん。まあ、トレゴのタイミングぐらいね、やっぱり頑張ったから、ご褒美でね。うん。こういうの食べたいよね。うまっ。うん。めっちゃ分厚いの、これ。めちゃくちゃ分厚い。
腹のご飯、うん、やっぱね、ご飯をね、いっぱい食べた方がいいと思う。ご飯、白ご飯だったりとか、まあ炭水化物のね、白ご飯もそうだし、パスタも食べていいね。うん、なんか麺類の方がスーッとすすって食べやすいって人はパスタとかいいね。あとは白ご飯とかはさ、いっぱい食べれるように、なんかカレーだったりとか親子丼だったりとか、まあなんかかけれるもんがあったらね、炭水化物しっかり食べやすいから、いっぱい食べた方がいい。トレーニング後のタイミングの食事って結構大事だから、いっぱい食べた方がいいよ。うん、カレーがうまいのよ。うん、うん、うまい、とんかつ。うん、とんかつうまいな。唐揚げか迷ったんだけどね、いつも鶏食ってるから、たまには豚肉も食べようかなと思って。うん、うまい。カレーってやっぱね、俺大好物だから、大好物の中の一つだからさ、幸せだね、こんな大盛りカレー。まあこれレトルトだけどね、本当はなんか手作りの方が好きなんだけど。うん、だからまあ今後の作戦としては、めちゃくちゃ今まで通り食べて、で今まで以上に運動量をさ、パワーアップさせれば、絞れていくというか、いい体になると思うんだよね。だから運動量を増やすってのはさ、さっきも言ったけど、種目数増やしたりとか、トレーニング時間増やしたりとか、ジェイとの散歩の時間増やしたりとか、まあ、とりあえず歩いて、筋トレいっぱいして、時間あるときは2回ダブルスプリットして、で、めっちゃ食ってみたいな。もうそうすれば結構でかくなる気がするんだよね。で、なるべくプロテインも飲むんだけど、なるべく固形物の胸肉を食べるようにすれば、ほら、内臓もしっかり動くし、そうすれば変わりそうなんだけどな。うん、完食です。ちょっとごめん、最後ね、食べ方汚かった。ごちそうさまでした。はい、ジェイもごちそうさまでしたね。ジェイ、よいしょって感じで、今日はね、トレゴの空腹時に爆盛りカツカレーを食べたっていう動画でした。最近ね、みんなのコメントがね、面白くてよく見てます。皆さんもね、いつも見ていただいてありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。なぜって感じで、ご視聴ありがとうございました。じゃあね。